テコス FC はメキシコサポパンに本拠地を置くサッカークラブである。1971年7月5日設立。エステュディアンテステコスの名で呼ばれることが多い。前身はグアダラ原自治大学のサッカー部で、1971年にメキシコサッカー連盟に加盟し、プロサッカークラブとなった。発足時の名称は、クラブでフトボール UAG。 1974から75シーズンに2部のリーガでアセンソで優勝しプレミアディビションメキシカーナ昇格を達成した。そして1993から94シーズンにトップリーグでの優勝を果たした。トップカテゴリーより2つ下のカテゴリーから発足したクラブが優勝した初めての例であり、かつ現在に至るまで唯一の例である。2014年5月22日。 クラブオーナーが、クラブのサカテカスを発表、5月28日、クラブは解体されトップチームは、ミネロスでサカテカスとして新たなスタートを切った。トップチーム消滅後も、リザーブチームがサンブリーグに残っており、2015年8月に、新オーナーが就任しているセーラディビジオンから再スタートした。10、選手の国籍表記は、フィファの定めた、 代表資格ルールに基づく、ありがとうございます。